ていうね、もう年末お正月も近いんで、うん、はい、あの梅、梅、小竹梅の梅をね彫刻やってみようかなと思います。すごい少しこう綺麗にしますからね、はい、うん、梅の彫刻を初めてやる人の入門動画みたいな、入門動画ね、基本的な話を教えてもらいます。まず掃除ね、掃除、何でもまず掃除です。あれ掃除行きましょう。これ苔がいっぱいついてるんだよね。そうなんですよ、これ掃除して。これは小梅園さんで買った梅の一番ちっちゃいサイズのやつ、うん、でこれの1個大きいのが、まあ、1個大きいって言ってもこれも同じ値段だったんですけど、うん、こういうのもあります。同じ値段な、そう同じ値段でいいよってでもっと大きいのもあるんで、うん、この動画を見てなんか梅の素材をね彫刻やってみたい人は買いに行ったらいいんじゃないかなと思います。私も一回行ってみないとな。今度一緒に行きましょう、うん、梅はね、あの年明けて一番最初に咲く花だからね。そうですね、うん、で寒い中ね、ふわっと咲く花ですから、梅はもうつぼみもあるんで、ここね、ハウスあったかいから多分咲きますよね、正月ぐらい、うん、きっと この中入ってると咲くよ、うん、で湿気もあるからね。梅正月に咲かせるって、あの霧吹きでね、花にこう水何回か一日やるといいよなんていう人もいるけどね、うん、私やってるのはね、はい、一回霜に当ててからね、うん、家の中に取り込んでおく、中入れておく、うん、そうするとね、正月1日タイミングを合わせて咲くぐらいになるから、何日ぐらいに家に入れるんですか。大体ね、20日間ぐらい。20日間、じゃあ12月の10日とかに、うん、そうから家に入れて、家に、あの霜当てないとダメ、一回、はいはい、寒さに、はい、玄関に置いておくとね、うち中その梅の香りが、いいですよ。あの梅の彫刻なんだけど、真柏と違ってね、彫刻の通り道は自由です。自由、チョークで線引っ張ってその通りに削ってていいです。やる前にはこの根っこ見てくださいね、ちゃんとした根っこかどうか。根が弱ってる時は彫刻しない方がいい、うん、いや強い仕事やらない方がいいと思います。花の咲き方がおかしいなとか、そういう時はやめた方がいいかもわかんないですよ。これはかなり古いと思いますよ。あのホームセンターなんかで売ってるあの寄せ植えの梅ってのはもうこういう肌着てないですからね。ただあのツルツルの肌で接ぎ木してそのままの木だと思います。あ、このサイズで結構年数経ってるんだ。経ってますよ、これ。さっきのやつだって年数かなり経ってるでしょ、あれ。こういう肌着てないからね、大体落ちたかな。これ見ると、はい、まあ、この枝一本だけですよね、着てるのはね。こっちは全部シャルにしましょう、これ。これちょっとチョークで線引っ張ります。こうも全部、これいらないですからね。この線でいいか。こう。ここね、ここ切り口ある。ここに入るかもがね、とりあえず大雑把に行きます。こっち側が全部皮むいちゃいます。はい。ちょっとむいてきますね。はい。え、枯れてるんですかね。うん、こっちはもう枯れてるから、うん、この境目、まず線つくつけます。この削った通り。ちょっと梅は硬いですからね。中腐ってればポロ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 取れてきます。よくなんかあの腐ったところだけ、うん、取っていくだけでもいいって言いますよね。そうそうそう。これも結構ね入ってるわ、これ、うん、枯れてますね、うん、こういう一応線の通りに行ってみますかね、はい、まずこの線つけるのが最初ですよ。これは自分のやりたいように線つけていいですかね、梅は、はい、心拍はダメですけどね、うん、結構硬いですわこれ。シャリ付けみたいに根元はあんまりやんない方がいいとか、うん、根元は少し残しておいた方がいいと思うんだけどね。梅はこう、うろみたくなってもいいんですよね。うろ？うろ。この中、中が空洞になってる。ああ、ありますよね。うん。これまだね、花咲いてないでつぼみ持ってるけど、やってるとね、だいたい咲き終わってからのが本当はいいかもしれないですね。本当はいいかもしれない、うん、まあでもね、動画を作って出して、うん、皆さんがお正月に楽しめるようにと。皆さん終わっちゃうからね。そうそうそう、私やっちゃうのは電動の彫刻刀で切っちゃうの。ああ、ルーター、うん、それの方がいいかもしれない、うん、すぐ早いです。なかったらこういう普通の彫刻刀でね、大体両方ついたんですね、これね、はい、腐ってるな、やっぱりね。これ取れるな、これ簡単に、これポロポロ。ちなみにこういうふうに彫刻できるのって、うん、梅以外はあんまないんですかね、うん、こういうふうに、あとはあの心拍とか1位とかああいうやつですよ。1位ですよね、うん、だから造形じゃ珍しいですよね。造形ではこれし
かないんじゃないかな。花が荒れる木っていうのは梅とかあとなんだザクロ。ああザクロ。ザクロもなると思うんですよね。あれは忠告やったことないけど。で梅だと鉢は素焼き鉢と家のかかった鉢両方使えますからね。はい、で鉢、あれでもいいんです。あ幹が古いから。うんそう。あの肌が荒れてる。肌荒れるからね。雑巾は、ね、両方使ってもいいです。どっち使っても。古い木だとやっぱり言うのかかってない鉢のが貫禄があるかなっていう感じする。もうこれ線ついたんで、だからこっちもいらないんで、はい、皮むいてきますこれ。皮むいてくる、うん。ある程度この場所を決めて削っていくような。そう。まずこう線入れるのが一番大切です。はじめ。これ大きいだったらね、相当ね力がいるしね。なんかね。これ生きてんだこれ。生きてる？ほら。あじゃあちょっと残しといても面白いかもしれないですね。うん、また芽が出たらね。出るかもかね。こっちで少し残してみるか。そうしましょうか。あこの辺は腐って刃物入れて腐ない。腐って軽くだとかね。中は腐ってた。スカになって。そうするとスカスカになって、それがまた色みたくなってシャリのいろんな模様が出てくるから。白っぽいところが生きてる。ただここはもう枯れてるでしょ、ほら色が違うでしょ、これここまで削って、ほらあの水分が抜けたような感じ、はいはいはい、こっちがこう水分があるような感じですから、この白いとこ、ここはほら生きてると思う、ここは枯れてると思う。でね、あの梅木を削るときはね、はい、一応あのこう繊維はあるんですよ。だからこう横に削るのでね、ちょっと流れに沿ってこう削ってた方が削りやすいです。で綺麗にね、シャリが出てくるらしいよ、これ。こうもうほら、これ普通、こう取っちゃうわけですよ、これ。うん、取んないで、こう流れで、こうそーっていくの。ほら、ここのとこ。だこうなってるでしょ、はいはい。この通り削っていく。大体ね、こう縦、縦の線で入ってます、これ、繊維が。じゃあ、これが私作った道具なんだけど、盆栽の道具でもこう三角のやつは売ってると思うんだよね。安全です。彫刻刀だとね、こうやって削ったらもう手怪我しますからね、こういうやつの方が安全ですよ。なかなかね、その道具があんま売ってないんですよ、ね、売ってない。足立さん持ってたよ。あんまり切れは良くなかったけどね、こう自分で作ったやつ一番切れるんだから、ね、それをちょっと量産して販売したいですね先生のやつ。量産体制、これはあの心拍を削るときは本当にね安全ですよ。当時フェスタで売るかな。売りましょう。僕が買っちゃう。一応途中経過。この辺が少しあの枯れてると思うんですよ。でここで飲み入れてパカってこう割れば色状になるから。今ちょっと飲み持ってないんでね。ちょっとやってみようか。ちょっともうちょっと削ってきます、ね。ほらポロポロってこれ落ちちゃう。要は腐ってるところ。腐ってるところで、ね、あのもっと腐ってるとね、ピンセットでこう取れるの。こうやって。こうやって ほじくってくる。腐って間もないですね。まだ、うん、まだだね。で みんながやるときは木の枯れてるところからこう手をつけて。そうこれね、皮をむかないと中が腐ってくから、こうなんか芯の方が。だから空洞みたいにできるんですね。うん、そうこれ腐ってるな、こう芯の方が腐ってるから、なるほど、こう見つけないとね取っていけないんだよ。でこう削っていくとスッて軽くなるとこある。そこを引っ張っていけるんですよ。なるほど。こうシャリをあの崖の感じできますか。崖の感じ、うん、石がこう切り立ってるような感じで、あだから岩壁ですね。そうにこうあの梅の木がちょっと一本生えてるみたいな、うんうん、そうなるほど、石突きみたいになるんだ、うん、そういうあの岩壁みたいな感じで出すっていうのはこう縦に線入れてくなくちゃ出ないですからね。そうですね、こうぐれぐれぐれっていう線じゃなくて、さらにスッてこう垂直に立ったような線、こう繊維の流れってあります。これ縦にずっとこう線がついて、こういう流れなんですよ。こう木の流れこう来てるでしょ。繊維の流れこう来て、ここでこう曲がってんだこれ、はいはい。こういうふうに取ってる、だからここへへっこんでるからここも少し取ってみますこれ。これ今繊維の通り切ってます。この辺柔らかくなって。あ、こう今。なんか虫れた、虫がいる。虫がいる、うん、そいつが枯らしたのか。小さい虫がいるとね、うん、こっちがもう完全にね、
れてる。パカって剥がれたから、ここが境目になってた。虫はこう削るといなくなっちゃった。あ、そうですか。あの虫が枯らしてるってことですか。小さい虫だった？見えなかった。ちっちゃい白い虫。白いの？白くてちっちゃいのが5、6匹いました。誰かな、なんだろうな。結構ギリギリまで行くんですね。ギリギリまで。ここね。うん、こう生きてるからね。生きてますね、そこ。やっぱその生きてるとこの境目には、うん、トップジンみたいな、うん、塗った方がいい、カットバスターみたいな。こうは塗んないよ。あ、本当ですか。うん、塗っといてもいいと思うんだけど、うん、そのね、生きてるところには塗っておいた方が安全かなとか、うん、あ、こう、ほら、これ柔らかい、うん、こう。本当だ。ここが木質棒ですから、ここまで出した方がいいですからね。皮は残さないで。結構ね、最初の刃物入れるときにね、皮が硬いんですよ、これ、はい、ここ入っちゃえばいくらかこう削れるから、うん、こう柔らかいとか、こういう上からね、こう入れてて、ここに真ん中へっこませて、うん、外を残してこう中を取っててもいいんですよ。最後にはなくなっちゃう。なるほど。第一段階で今日やって、うん、それでまた次やると中が腐ってる。もっと違う形になって、例えばここが今こう丸くなって、こういうところの中が腐ってきたら中をくり抜けるんだ、うん、その後はもう本当にそう、あのもう木にお触りながらね、ポロポロ取ってけ、カリ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 やってる感じですね、うん、白いのもあるじゃないですか。うん、一回溶合剤塗ってる人もいるじゃないですか。ああ、そういうのもできるんですね。これ塗ってもいいよ。でもね、あれ腐るな、やっぱりね、腐らないしはないよね、もうね、梅は。それが梅の持ち味だからね、いいとこだ。そうですね、うん、特別ですよね、うん、こういうのができるっていう木。そう、そう、これ面白いよって言って梅をね、うん、他にさ、花の咲く盆栽ないからね、うん、そうですね、寒いところでさ彫刻できて花、うん、で価格も安いですもんね、うん、梅はね、少し何個か持っててもいいと思いますよ、うん、ただやっぱ葉っぱが大きいじゃないですか、うん、だから商品に向かないんでしょうね、あんまりね、うん、葉っぱ見るわけじゃないから、まあそうですね、うん、見るのは葉がない時ですもんね。そう、見るのは葉っぱ見ないからね。そうです、だからその培養してる間がね、ちょっと場所取っちゃうからね。そう、葉っぱ取るわけにいかないよね。そうですよ。あ、これみんな取っちゃったな、これ生きてた、生きてたのも取っちゃった。あ、じゃあちょっと残しておいても面白いかもしれないですね、うんうん、また芽が出たらね、出るかもかね。全部削っちゃったよ、これ。全部削っちゃったじゃないですか。こっちは切り取ったがの崖みたいに見えるかな。こっちは普通だもん。なるほど、ね、一応ね、梅はあの自分の好きなように削って行き道作っておけばいいですから、あんまり細くしない方がいいですね、うん、で彫刻やる場合は元気かどうか見てから、うん、結構いいでしょ、これ、うん、花が咲いたらいいですよね、うん、この花もうつぼみあんまり落とさなかったから、そうですね、咲くよこれ。で、溶合剤塗るんだら塗ってもいいしね。溶合剤塗るのは今塗っちゃうもいい、大丈夫や。あ、大丈夫なんですか。生きてるとこ、こう出てないから。ここ、あ、虫がいる、やっぱりいる、うん、見えねえな。これ虫がいると溶合剤塗っちゃった方がいいね。もう切ってすぐ塗ったら、心拍だったら大丈夫。ここ少しね、隙間開けて塗るんだよ、ここ。あ、じゃあここにカットバスター入れてみる。カットバスター塗っておいて、うん、溶合剤塗りますか。うん、じゃあ塗ろうか。あれ、なんだこれ、ん、出てこないで、凍っちゃったのかな、これ、うん、出てきた。こんなにいらない、こうちょっと生きてるとこがあるんで、はい、少しカットパスタで入れときます。で、それから石灰溶合剤塗ってきますから、生きてる部分に石灰溶合剤がつかないように、うん、こう生きてるとこに入らないように ね、 ね、こう塗っときます。で、石灰溶合剤を塗ってきます。私がやるときは、このキリ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 で水かけちゃう。ここに。あれ？出過ぎた。キリキリになってる。水かけちゃう。
これ塗るとこうスーッと下流れてちゃう、こうやると、はいはいはい、乾いてっていうか流れていかないから、うん、こうやって当てるとね下流れてっちゃう、まんべんなく濡れちゃうから、こう水かかってないところ、こういうところはさ、こうやって塗ってますけどね、はい、こうほらもう何も塗らなくてもずっと流れてちゃうから、はいはい、でこれ乾いたらもう一回塗ればいいです。粘着剤入れてもいいんだよ、消毒ですよね、粘着剤入れればもっと長持ちするんじゃない初心者にもできる梅彫刻溶合剤がない人は普通の消毒でもいいんですかね。うん、消毒はあの松屋に塗っとけばいいんだよ、松屋に塗っとけばいい。結構やっぱいるんですかね、虫が、皮が剥がれるとそういうところで入ってくるんだ、うん、一回あの下の方だとね、ナメクジの卵が入ってくるから、ナメクジ、まあ、だから消毒は大事ですね。うん、大事、うん、この溶合剤が一番いいけどね、まあ、手にはね、うん、なかなか入らないから、うん、でそんなところで、うん、こんなところ梅の彫刻ということでした、うん、ありがとうございました。ちょっとあのおまけでこのシャリのところに色がついてるのが結構雑誌とかであったんですよ、古い雑誌とかで。で墨汁をね、ここにここにあるの、これ押すの、いやこれ蓋ですよ、キャップ開けないと、あれ違う、これここがキャップです、ここ硬い、こんなんで開けますよ、それそんなに入れるんですか、ちょっとしか入ってない あ入れすぎちゃったほら真っ黒になっちゃうじゃないですか、水で薄めたらどうなんですか。あ、水で薄めますか。乾いたら黒だよ。これは真っ黒になりますよ。ちょっとこれ。ちょっと薄めましょう。こっからっすよ。もうでもこれに入れればいいんじゃないですか。あれ？あ、水入れちゃった。この残ったやつぐらいで。うん、ネズミ色になるから、さっきもこれも出し続けちゃったし、ほんとにちょっとなんですね、ほんのちょっとでいいんだよね、このぐらい、この色塗ってみますか。ちょっと牧場以外でもなんか入れたりするとこってあるんですか。ないね、ほとんどないですか、うん、で白が嫌な人はちょっとグレーにこれ、こんなん一滴だね、これね、一滴ぐらいですね、これでいい色だったらね、ちょっともう今後やっていきたい、だんだん白くなってくるわけですよね、だってこれところどころ黒くなったから、ところどころ全部じゃない、これでいいんじゃない。じゃこちらも今後で、まだこれ彫刻は足んないからね、そうですね、もうちょっと穴とか開けたいですよね、そう、こういうとこだってもっと切り込み入るから、うん、こうちゃんと入れるんだったらね、乾くのもあって、もう一回入れて、はい。